ただきます。です。今日は日曜日ということで、IKEA に買い物に少し来て、あとはちょっと別行動になるんですけど、ジュンはタイヤを買い、冬のタイヤですね、ウィンタータイヤに買いに行って、私はお友達とアフタヌーンティーに行きまーす。行きまーす。行きまーす。ではスタート。こちらでアフタヌーンティーします。 Let's go! Go go! わー、かわいいね。なんかウェディングとかもここでやってるみたいだね。すごい。行きましょう。このお豆の、うん、何これ。冷たいと思います。去年コロナだったんですけど50人ぐらい来たので、今年は50人以上来るんじゃないかなと思って、去年より少し多めにお菓子を用意しました。この時期になると小分けになったお菓子がこの大きい箱で売ってるんですけど、今年はこのチップスセットとこれですね、チップクッキーと、これ昔すごい昔日本で売られてたらしいんですけど、もう日本では製造中止になってるんですけど、こっちでは買える明治のパンダ、このお菓子ですね。こちらを詰めていきたいと思います。今年はしょっぱいのと甘いものと部門に分けて行きます。カナダならで、うおー、
カナダならではのこのケチャップ味のポテトチップスとかも入ってて、これですね、日本でいうスコーンっていうお菓子に似てると思います。あとドリトスで、これがなんか甘いのとしょっぱいのと酸っぱいのが混ざった全部の味がするポテトチップスで、これが普通のポテトチップスですね。こちらを食べていきたいと思います。私はこのちっちゃいチップを入れたので、甘いもの部門はこんな感じ で、甘いのとしょっぱいのに分けて好きな方を選んでもらおうと思います。日本だと大人が結構楽しむイベントなんですけど、こっちは本気で子どもたちが楽しみにしているイベントなので、あ、ちょっとねって感じです。余ったら私たちのおやつになればいいなっていう期待。食べたいの？食べたい。おつまみ食いするそうです。うん、詰めてる、クマの手になってるの。こんな感じで詰めました。喜んでくれるといいな。今お菓子の山の我が家です。じゃあちょっと明日まで待ちたいと思います。